うございます。今マチソワ2公演終わったんですけど、今日はついに夜ラン行ってきます。はい、あのうちの相方彼が博多に来たので、夜ラン行きたいと思います。今待ち合わせ場所に来ました。果たして彼は現れるのか。やろうよ。久しぶりじゃん。元気やった。なんか俺ね普通にね、久しぶり会いたい。行きましょうか。よし。よし。なんかすぐそこ海で端っこまで来ました。これなんだっけ。なんとかポートタワー。中洲から10分くらいのとこ。あった。船。初めて端っこまで。取引とか送られてるやつだ。映画でよくあるやつ。何かのイベントが終わったみたいです。感じはライブでしょ。あ、そうじゃん。はい、まさかの皆さん、ラッドインプスのライブ終わり遭遇しました。テンションが上がったね。ここに陽次郎がいるんだよ。ねえねえ、あれさ、コントラバスのさ、テールピースに似てない。ちょっとね、人混みから逃れてたらすごい。結構行くやつ。いい道を発見しました。いい、ね、海だね。ジェダイのブログ。もう出会い橋っつってね、いい橋です。渡っとこ。ついてます。なんじゃないや。本日の小暮語録がまあ寄り道するとやっぱ結果がついてくるよね。ありがとう、ありがとう。確かにね、人生ね、いいこと言うね。人生ね、やっぱり効率だけ求めても、そうだ、そういうことか。そういうことか。言ってもね、意外と寄り道することで見えてくるものが。俺たちの名物商店街な。川沿いと商店街が定番になってきて、どこにでもラーメンある。さっ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 さ、やりましたね。7.7 7.7kmを、ちょうど1時間ちょっとね、走って、初日、そうだね、初日です。明日からまた、明日、やってこう、やってこう、やってたけど。